いや気持ちは分かりますよ、あの棒に刺してねマシュマロを焼いてみたいっていう。考えて、よく考えて、マシュマロって大体これぐらいの袋でってやるでしょ。焼いて1個焼くじゃないですか、まあ家族だったら4つ焼くじゃないですか、それぞれ棒持って食うじゃないですか、大してうまくないって気づくじゃないですか。この残りのマシュマロどうしてんの、どうしてんの、捨ててんでしょ、捨ててんでしょ、これ好き放題言いやがって、駆逐するぞ。急に男の言葉だったね。松を切ります。マユタのオピネルでね。マユタもちょっとずつこういいものを増やしていってるよね。そうだね、うん、最終目標ブッシュクラフトだから。なるほどね、だからこれはブッシュクラフトだね。これはなかなかでもやってる人いないから、ちょっと正直言ってちょっとだけ興味ある。俺もこの松の葉のお茶をね飲むためにお湯を沸かします。今日はまたちょっと新アイテムを持ってきました。じゃーん、手品か、どこに入ってるじゃねえよ。こうでしょ、こうやろ。どこだ、時間の無駄だろうね。空いてるからね。これはウッドストーブという道具ですね、うん、いろんなメーカーが出してるんですけども、まあ、僕はトークスというところを使っております。俺もね久しぶり使うからね。組み立て方がどうだったかな。でもここだとほらここが詰まるでしょ。これはこういう100均で売ってるクリップ、これでごとく、なるほど、これで空気が入るようにね、こう炎が出るようにこう、こういう知恵はためになるね。でしょ、ちょっと着火剤ないですか。今日はね着火剤が充実しております。着火剤ね忘れちゃった、ほんと使えねえな。あのさ、ブッシュクラフトに憧れてる人がさ、なんでこんなクソほど着火剤持ってんのよ。なに、もうこっち空いてるからこっち使いません。え、一緒なの、役割一緒よ。でもこれ趣あるんじゃない。ない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 、まあ、この箱見せてごらんなさいよ。趣ないじゃん、着火ししようって、ちょっと面白いと思われたがってんじゃん。もうこういうのは趣ないよね。これあの文化焚き付けという一番シンプルで僕の中で一番活かしてる着火剤ですね。自然に調和する？ほら、師匠出してこない。いや、これじゃない。どっちが調和してるよ。箱と比べんなよ。ほら、ねえ、この花がさ、着火師匠がそばにして落ち着かないよってなってじゃん。ブル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 震えて。順番順番、森の着火剤もまだいい、もう。あえて空いてるやつから使おう。新品は取っとこう。基本的にこれは、灯油を染み込ませてあるんですよ、燃料を。だからおがくずにね、だジップロックに入れとかないと普通のおがくずの塊になるんで、で松ぼっくりね、さっき拾ったゴーッとこう吸い込んでこういくと、で松ぼっくりはこうやって傘になってるから火がつきやすいよね。いや、ここいいね。なんかこのデイキャンプするにはもってこいの場所だな。あ、なんか違う草入れちゃったな、俺今。もう、わかんなくなっちゃった。多分ね、結構出てると思うよ。じゃあ飲んじゃう？行ってみる？クイッと。うん、お湯ではないけど、お湯にちょっと香りがついてるぐらい。でも飲めなくはない感じだね。お茶と比べると？お茶とは全然別物ですけど。普通にハーブティー。ハーブティーだね。ハーブティーかな。この後、熊本産、鹿児島産、アメリカ産のロース肉の食べ比べをやってみた。わあ、いい、もういい匂いしてるもん。このまま順番に食っていくだけ。そうね、目隠しとかしてこう入れ替えて、これは熊本とかこれは鹿児島とか
これアメリカとかいうのちょっとやります。テレビ的なやつ。格付けみたいな。俺どうせ出れないからあんなの。あ、ネガティブ芸人。で、この広しコーポレーションタオルはこういう時の格付けゲームの目隠しにもなります。熊本、アメリカ、鹿児島の順番に食べてもらった。すげえ香りいいわこれ。一番最後のダントツだね。つまり、ひろしさんが一番美味しかったと言ったのが鹿児島。え、マジで。いや、熊本もうまいけど鹿児島のって香りがすごい。なんか嫌だな、熊本のテレビで鹿児島っつってんの。ほんと使えねえな。そういうなんかテレビ的なのはよく分かってないからこんなざまなんでしょうね。ヒロシが出来上がったんでしょうね。そういううまい綱渡りができないんですよ僕は。今日は星いくつ。今日は、まあ、ロケーションはいいけどやってることがな、なんかちょっと慌ただしかったしな。肉はうまかったけどな。星2つかな。星3ついただきました。3つ。ちょっと口が贅沢になってきてるのかな俺。寿司トラとか連れてもらったりとか。寿司トラ1回でぐんと生活がレベルが上がると俺どんな生活するんだろうな。ヒロシがまた一つ夢を叶えた。これって奇跡の人たちなんだよこれ。ヒロシと愉快な仲間たち、焚き火会 in 熊本。1月2日夜11時40分放送。